どうもこんにちは、ナミさん。まあ変わった質問っていうのはあるもんですね。私もちょっとこれはどういうことなのかなと思っちゃいましたけども、その方にとっては結構大事なことだったんではないかなと思います。やっぱりね、何に疑問を感じるか、それは人それぞれなのかなと思っちゃいますよね。はい、ということでね、後半文章の方にありましたけども、ナイト2000のことですけども、やっぱり時期なんでしょうね。あのディオゴスティーニさんも多分今の時期に出せばストライクすると思ったから出してきたんでしょうね、きっとね。だから当時中学生ぐらいの方が今、ね、30年ほど経って、まあ、そこそこ、まあ、お金もあるし車も乗り継いできたし、そういえば懐かしいな、ナイトライダーっていうのはなってところで、ディオゴスティーニにボンと出るみたいな感じでしょうね。で、私の場合はまあ実物がレプリカがあったんで買っちゃいましたけども、でも大抵の方はね、やっぱこう一人一台で車やってると思うんで、なかなかね、普段の車に加えてナイト2000っていうのはないと思いますし、で唯一の1台がナイト2000、これもねなかなかないと思うんですよ。やっぱりトランザムってね、荷物がほとんど乗らないのと、後部シートも人はほぼ乗せられないということとね、やっぱアメ車特有の、まあなんていうんですかね、故障とかメンテナンスの難しさにあるんでしょうね。実際今回私もね、車検に出すだけで4ヶ月かかってるわけですよ。で経費が100万円以上ですから、これはちょっとね、なかなか持てないなと思いますね。でアメ車を持ってる方ともコミュニケーションが結構あるんですけども、やっぱりね、どうしてもね、家族にかかるお金を考えると手放さざるを得ないっていうところでね、ほとんどの方が憧れながらもアメ車なんて持てないし、さらにお金のかかるね、旧車とか、そしてさらにお金のかかるナイト2000レプリカとか、ほぼ無理だなということで、全国で50人ぐらいの方がナイト2000のレプリカ持ってるそうなんですけども、まあ都道府県に1人いるかいないかってところなんでしょうね、きっとね。でもその分だけ8分の1の精密なレプリカっていうのは高いけども、よしこれだと思って手が伸びるんじゃないかなと思います。本当にうまいタイミングで出してくるんですよね。ディオゴスティーニというところは、全て市場のデータをもとにどんな層がどのぐらい買うかってことを元に出してくるそうなんですよね。でプラスナイト2000ってのは多分ね、関東3県ぐらいでまず試験販売をして、それで受けたら全国に展開するってことで、まあ思いのほかね、関東3県でもかなり売れたらしいんで全国展開したそうです。やっぱり時代を反映させるというか、全国の方がね、関東に住んでいる知り合いからまあ買い受けてもらうとか、それから転売屋さんがね、ナイト2000のそのキットをものすごくね買い込んで再販売するみたいなことがあったみたいですよ。それでは本日は以上です。